2月20日千葉県館山沖で転覆した大東海運の小型タンカー第11大東丸。転覆の原因となった強風と高波に遮られて救助作業は難航。しかし翌21日、船体を焼き切って佐々木機関長と佐藤一等機関士が30時間ぶりに救出されました。船内の小さなパイプから空気を吸っていたという佐藤さん。二人の救助は関係者にとって何よりの励ましとなりました。高波が収まらず一時中止されていた救助作業は23日午後やっと再開。行方不明の7人を捜すのに全力を挙げます。救助された2人と同じ部屋にいた乗組員は願いも虚しく遺体となって発見されました。この3日間肉親を閉じ込めた船を目の前にしていた家族たちは悲痛の表情です。